はい、皆さんこんにちは。ハグル空海です。今日はですね、実に、面白い取り組みというか、そういうものを売っている店を紹介します。オーストラリアの、シドニーですね。そこでこれ、朝日新聞のデジタル版に載ってたんですけども、世界初、すべて無料のスーパー、値札もなし、レジもなし。だから全部、ただで、もう持って行ってくれよという状態で、弁当が置いてあるんですね。どういうことかというと、賞味期限切れ前でも、処分されてしまうような食品を、大手スーパーなどから譲り受けて提供するみたいです。なんで写真ありますけども、今弁当と言いましたけども、弁当以外にもいろいろありますね。果物とか。いわゆる、賞味期限切れる直前のものを、ただで売りますよ。売るというか、ただであげますよっていう感じですね。こんなんで経営成り立つかと、皆さん思いますけども、おそらく、ただでもらってくる。廃棄直前のもの、ただでもらってくる。で、それでそのもらってくる、その人件費のボランティアによって、ただで、やる。で、物をその売る、その、売り場ですね。売り場も、ただで買える。というふうなことで、一切お金かけないで、これはやってるものなんだとは思います。あるいはかかったとしても、ここでは確か寄付によって、その支出を賄ってるみたいなことが書いてありますね。そうですね。寄付は団体の食事提供事業の費用に充てられる。だから、例えば、お金、ただで取っていけるんだけども、いくらか寄付入れてくれっていう感じなんでしょうね。これで成り立つかどうか、ちょっと今後興味深いですよね。いつまで成り立つか、早ければ1ヶ月ぐらいでおじゃになってしまう可能性ありますよね。賞味期限切れですけども、ぶっちゃけ賞味期限切れの食材、切れた直後食べても、ほとんど当たりませんよ。それで当たるっていうのは、賞味期限前でも、ちょっと問題があった食材なんじゃないかなと考えられますよ。あるいは自分の体調が、自分の体がとても弱ってた時、食べたか、のどちらかでしょうね。なんでね、私は別にこれ、賛成も反対もないんですよ。本当にできるのかどうか、しかも日本でできるのかどうか、ちょっとこれ、見てみたいですね、日本で。賞味期限確か切れる直前か直後の、そのコンビニの弁当、例えば唐揚げ弁当とかもらってきて、それで、店でアレンジして、再度その唐揚げ弁当、例えば唐揚げあんかけ弁当として出すとか、あんかけ定食として出す。そういうお店があるというのは、何年か前、聞いたことがあります。今どうなってかわかんないですけどね。だから結構格安らしいですよ。そういうふうな加工して、それ、売るというのはある、今まであるんでしょうけども、完全無料っていうのは、これが世界初らしいですよね。廃棄はもうもったいないですからね。ここでちょっと話、関連しますけども、基本私、お弁当はあまり食べないんですよね。コンビニだとか。前も散々言ってますけども、自炊するんで、食べる必要がないっていうのもありますけども。やっぱり、コンビニとか、弁当を食べると、やっぱり、太ります。私、人柱ではない、人柱ではないですけども、弁当とかガンガン食べて、そしたらやっぱり太りましたからね。栄養が偏るというよりも、やっぱ脂っこいんですよね、弁当って比較的。なんで、ちょっと私は弁当を食べるのはもうそんな毎日は弁当は食べれないかなという感じはありますね。ちょっと話それちゃいましたけども、なんかそういうふうなことも考えて、本当にただで食べる、お金ない人にとっては、いいスーパーでしょうけどね。お金ある人にとってはそのことする必要はない。買って寄付するんであれば別ですけどね。お金ある人であればこうバランスの取れた食事自分で作るなり、あるいはレストランとか、そういうところで食べるなり、するんでしょうけどね。今後この動向をちょっと注目してみたいです。
ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。